だからこの前さ、向こうと飯食い行った時にさ、なんかある程度お給料が振り込まれるようになってくると投資のお話とか連絡来るじゃん、銀行から。ほんでそういう話になって、向こう、お前そんなこと来るんすかみたいなこと言ったの。バカ野郎、お前月収、あ、じゃ年収1500万超えたら絶対来るからっていう話をして、お前もう超えてんだろさ、あいつニヤってしてたからな。イエスとかノーとか言わなかったけど、あいつニヤーってものすげえ悪いババア豊かな顔してたからな。おめえふざけんじゃねえ、しらばっくれんじゃねえ、てめえも来てんだろ、お前超えてんだろって言ったら、いやーって、まあみたいな。否定もせず肯定もせず、ニチャーって口の中からよだれがニヤーって蜘蛛の巣張ってたわ。でこの前だからさ、モコウとオニヤとカモノハシと飯食いに行った時、いやいいよ、じゃあここ出すよさすがにっつったら、いやいいっすいいっすっつって、あいつらあのオニヤとカモノハシ、いや俺の出させてください出させてくださいって言ったけど、モコウがそれを遮ってごちそうさまですって言ってたからな。ごちそうさまですっつって、あいつそういうところの後輩力マジで高いから、ノータイムで。俺もだからなるほどと思って、そういうのが先輩に受けるんだなと思って、俺はだから絶対飯食いに行った時、山崎ほんとごちそうさまですみたいな、もう店入るや、顔を合わせるや、いいね、ああ今日ほんとこんないい店ごちそうしてくれてありがとうございますみたいな、いや嬉しいっすわーって。後輩に習う、自分がやられて気持ちのいいことってやるべきだなと思って、あの4人の中で誰よりも金稼いでたのに、あいつが井の一番に言ってきたからな。てめえこの野郎、こじき野郎、おめえこの野郎って切るだけど、俺お前そういうの嘘でも半分、いや割り勘にしましょう、てめえ最近あれだなって、割り勘にしましょうの一言もねえな、昔はおめえ嘘でもこうやって金払うそぶり見せてたのにな、ほえっつって箱ふぐみてえな顔で笑ってた、はははっつって尖ってたわ、あの前歯が地球と水平になってた、強制の効果が切れてきてた。